FC カリアは愛知県カリア市を本拠地とする社会人、サッカークラブ、J リーグ加盟を目指すクラブの一つである。1949年に日本伝送サッカー部として創設され、2006年にクラブ化するとともに FC カリアへ名称変更した。本拠地はカリア市総合運動公園多目的グラウンド。練習場所として、 JTECT グラウンドやカリア市総合運動公園内にある運動広場、同じく同公園内にある人工芝のグリーングラウンドカリアを使用している。1949年に日本連想サッカー部として創設。東海社会人リーグを中心に上位に君臨したが、1995年度の全国地域リーグ決勝大会で優勝し、ジャパンフットボールリーグへ昇格した。また、 同年に、伝送への社名変更に伴い、伝送サッカー部に、チーム名も変更した。2000年は3位に入り、2001年には、徳重隆明が、日本フットボールリーグの年間得点王を獲得した。2005年限りで、伝送サッカー部が休部することに伴って、チームの遺憾を受けて2006年度より、クラブ化するとともに、FC カリアへ名称を変更した。また、 運営母体として特定非営利活動法人帰るスポーツクラブが発足した。2007年の目標をトップ3と掲げた監督の安原茂弘だったがシーズン前期は下位に沈む。前期終了後に退任を起爆剤として選手たちにはプライドを持ってやりきってもらいたいを理由に安原茂弘と GM の服部ト淳一、コーチ二人が退任。公認監督に FC カリアの選手であった、ウキギ哲郎。ウキギ哲郎は、監督を就任した時に選手としては引退した。しかしその後も成績は振るわず、16位で2007年シーズンを終えた。2008年、ウキキが引き続き監督を続投。目標は、勝ち点52を掲げる。GK 石川タスク、DEF、松田つ DEF、石川光太、DEF、 田上博氏と守備陣がほとんど入れ替わったことや浮気木、鉄郎の指導がチームに浸透したこともあり、前年度と比べ失点数が59から42減り、負け数も22から9まで減らした。結果、目標価値点52に一歩及ばない51まで伸ばした。順位も2007年の16位から8位まで躍進した。シーズン終了後主力7人がチームから離れた。 2009年からはかつて FC 東京で FW として活躍したアマラ良をコーチとして迎え、また FC 東京から池上玲一を完全遺跡で、FC 岐阜より3選手を期限付き遺跡で獲得し、上位を目指したが、昨年チーム得点王だった平林明良館や原が圭介の2桁、得点者の抜けた穴が大きく開幕当初から決定力不足に陥り、4月5日の FC 町田。 ゼルビア戦の勝利以降勝ちがなくなった。その間に5月31日のガイナーレ、鳥取戦から8月2日のソニー、仙台 FC 戦まで10連敗を喫した。そのため、急遽アマラオが選手として復帰することとなった。また、シーズン途中で前年まで主力だった、笹川雅人を呼び戻したり、FC 岐阜から、車東君を期限付きで、神奈川大学から大石春都市。 さらに、東海学園大学から在学中の3選手を獲得した。しかし、その後も伸び悩み9月12日の鳥取戦に4-2で勝利するまで21試合連続未勝利となった。鳥取戦以降は5勝3分にい敗と持ち直したものの17位の成績。入れ替え戦に出場したが、杖え金沢に敗れて15年ぶりに東海リーグへの降格となった。 シーズン終了後に、浮木に哲郎の監督退任と、選手権コーチだった、アマラオの2010年からの監督就任が、発表された。また5選手が2009年をもって退団あるいは引退。池上玲一もシーズン途中におった、怪我の具合が思わしくなく退団。FC 岐阜から期限付き移籍中の4選手も、契約満了で退団となった。2010年は9選手が、新たに、 FC カリアの一員として加わり、また加藤智弘と西原拓桜野が選手権コーチとして、監督のアマラを支えることとなり、一年での JFL 復帰を目指すことになった。しかし、敗戦はいっぱいのみであったが引き分けが多く優勝した静岡、藤枝美ベックに一歩及ばず2位でリーグ戦を終えて、一年での JFL 復帰はならなかった。さらに、財政難で、 クラブの存続が危機的であることが明らかになったが、2011年もチームが存続することが決まったことから運営費を削減。プロ契約の監督だったアマラオがリーグ戦終了後に退団となり、選手権コーチだった加藤智弘が現役引退して2011年より監督就任が発表された。また10選手が退団した。2015年に東海リーグで優勝。 第39回全国地域サッカーリーグ決勝大会は4位に入賞した。2016年は開幕から14戦負けなしで首位を独走リーグ2連覇を達成したが全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2016は1次ラウンドで敗退。2018年は新オーナーに伝送サッカー部時代に在籍していた選手 OB でもある投資家。 実業家の長谷俊が就任。同年、第54回全国社会人、サッカー選手権大会で準優勝し、全国地域、サッカーチャンピオンズリーグ2018出場権を獲得。同大会では、決勝ラウンド3位で JFL 昇格を逃し残留する。2019年、愛知県サッカー選手権大会で優勝して7年ぶりの天皇杯出場を決めた。 2020年中止となったリーグの代替大会である東海社会人トーナメント一部で優勝し地域 CL2020 出場権を獲得1次ラウンドを2勝1分でグループ首位通過決勝ラウンドでは1勝2分勝ち点5で3チームが並んだものの得失点差で2位となり12年ぶりの JFL 昇格が内定12月8日に行われた JFL 理事会で JFL 加盟が正式に決定した。2021年、運営母体が特定非営利活動法人カエル、スポーツクラブから、三河米フットボールクラブ株式会社に変更され、3年での J リーグ参入、10年での J1 昇格を目標に掲げた。斜めに走る赤いラインは赤出すきと呼ばれ、高校サッカーの古豪である、愛知県立カリア高等学校のユニフォームをモチーフに、 したもの。赤だすきは、カリアのサッカーにおける、シンボルデザインとなっている。ABCDEFG、運営会社、三河イフットボールクラブ株式会社設立のご案内、FC カリア、https コロンスラッシュスラッシュ fckaria.jp スラッシュニューススラッシュ p r e s s ダッシュ r e l E a s e スラッシュ5440度。 html2021 年3月1日閲覧。第8回日本フットボールリーグ、日本フットボールリーグ、http コロンスラッシュスラッシュ www.jfl.or.jp スラッシュ jfl-pc スラッシュ p スラッシュ s.php a イコール482019年4月23日、閲覧。jfl では、J リーグと、 違い特別指定選手の制度がないため大学チームに在籍しながらの JFL チームでの試合は認められていないため大学のチームの選手登録を抹消して FC カリアの選手として選手登録した。2009年までは前年度全国地域サッカーリーグ決勝大会の決勝リーグ出場地区については次年度の同大会事実上のシード枠として2位の チームにも出場できる権利があったが、2010年から、シード枠が事実上廃止となり、東海リーグで優勝するか全国社会人、サッカー選手権大会で3位以上の成績を収めない限り同大会出場ができなくなった。FC カリア、存続の危機 JFL 復帰の、公約案中日新聞2010年10月7日付、FC カリア、来期も、 存続財政は依然厳しく、中日新聞2010年11月18日付、天皇杯 JFA 第99回、全日本サッカー選手権大会愛知県代表に、FC カリアが決定、日本サッカー協会。 https://www.jfa.jp スラッシュニューススラッシュ00021063スラッシュ2019年4月23日閲覧お知らせ第23回日本フットボールリーグ新入会チームについて日本フットボールリーグ http://www.jfl.or.jp:/jfl-pc:/pu/s.php: a <ッ><ッ>イコール16782021年1月1日、閲覧。全身クラブ伝送サッカー部に関するカテゴリー。ありがとうございます。